港ガーデンさんのゴーカツカレーのポイントはこの温泉卵です。この後、とろろが、これ長芋の、長芋のとろろがかかります。うわぁ、これにカレーが乗って完成。うわ、なるほど、かかってます。おー、じゃあ早速試食してみましょう。その温泉卵が、おお、あー、うろとろの感じが、ちょっとじゃあカツと、カツとカツが意外にでかいんで、ああ今です、うん、うわ、結構トロッとして、うん、すごいまろやかですね。ねえ、まろやかな、うん、まろやかな感じになる。あ、トロッとしてますね。